こんにちは、提督です。助手の村佐南光です。今回から世界遺産の解説は、我々二人でやっていくのであります。世界中を船で回って世界遺産についても詳しい私たちが、これからの紹介をしていくことになりました。よかったら見ていってくださいね。ちょっと待ちなさいよ。急に降板されるなんてあんまりなんだぜ。前回の日光と、前々回の白神山地の動画が一切伸びてないから、ウプ主からリニューアルを依頼されたのであります。あんたたちじゃ役不足なのよ。何よ役不足って、日本語の使い方早速間違ってるじゃないの。そんな奴に日本の世界遺産を紹介する資格はないわ。霊夢、村佐の言うこともあながち間違ってないんだぜ。今回から新たな取り組みでやっていくということで、提督の説明を聞くのもありかもしれないんだぜ。そうね、そういえば私たちの顔も提督に合わせてリニューアルされてるみたいだし、今回はお手並み拝見といこうかしら。それで、今回はどんな世界遺産を紹介してくれるんだぜ。今回紹介するのは、1996年に登録された、厳島神社であります。私たち海の関係者にぴったりね。厳島神社って、海の上に建てられてるってのは聞いたことあるんだけど、詳細はよく知らないのよね。まずは概要から説明するのであります。広島県廿日市市の宮島にある神社であります。日本三景の一つとしても有名で、秋の宮島とも呼ばれているのであります。源頼朝のライバルであった平清盛を筆頭として、平家からの熱い寄進があって、豪華な社殿になったって聞いたんだぜ。その通り、平家からの信仰で有名で、平清盛によって現在の会場に立つ大規模な社殿が整えられたの。社殿は現在、本殿、拝殿、回廊など6棟が国宝に、14棟が重要文化財に指定されているのよ。清盛って、私の大好きな義経様を追いやった頼朝のライバルってイメージよね。あと、平泉にしても、平安末期はやたら豪華な宗教施設を建てる、権威者がいるイメージなんだぜ。そんなにお金があったことも不思議なんだぜ。平家の治めた平家の右京をはじめとした、国宝、重要文化財の工芸品を多数収めているのであります。出たわ平家のお経なのにえらい豪華な装飾なのよね。清盛が一族の繁栄を願って作らせたんでしょうけど、こんなもの作れるってこの世の春よね。私もカジノで大儲けしたら霊夢のお経を作らせようかしら。霊夢、それじゃまるで悪の経典なんだぜ。平家のお経の実物は厳島神社が所蔵しているんだけど、複製品の一部を宝物館で見ることもできるわ。厳島神社の平舞台は日本二舞台の一つであり、会場に立つ高さ16メートルの大鳥居は日本三大鳥居の一つであり、管弦祭は日本三大先進寺の一つなのであります。日本三大が多すぎない。日本三景ならわかるけど、何よ日本三大大鳥居って、そもそもの絶対数が少ないものを三大なんちゃらにしなくてもいいんじゃないかしら。きっとこれも昭和の広告代理店が付加価値をつけようと一生懸命考えたに違いないんだぜ。ちょっと、提督の説明なさってることにケチつけないでよ。とにかく、厳島神社の鎮座する宮島は、古代から、島そのものが神として信仰されたと考えられているのであります。厳島中央の弥山が、山岳信仰の対象とされていたっぽいの。昔、弥山の発音を広島出身の人に注意されたわ。みかんと同じアクセントで読んでたんだけど、四川のアクセントと同じらしいわ。仁安3年、1168年頃、平清盛が社殿を造営し、現在と同程度の大規模な社殿が整えられたらしいのであります。そして、平家一門の優勢とともに厳島神社も栄えて、平家の氏神となったのであります。ただ、平家滅亡後も源氏をはじめとして時の権力者の崇敬を受け、現在まで守られてきたのであります。建永2年1207年と上応2年1223年の2度の火災で建物の全てを焼失してしまって、現在残る社殿は仁治年間1240年1243年以降に造営されたものらしいの。あら、源氏もこの神社守ってあげてたなんて、頼朝やるじゃないの。普通はライバルが整えた場所なんて焼き払ってしまえってって考えそうだけどね。やはり文化財の素晴らしさは性的の憎さを超えるものなんだぜ。なお、厳島は神の住む島として禁足地とされていたらしいのであります。でもね、鎌倉時代末期から南北朝時代以降、社人、僧侶が禁を破って住むようになったとされたらしいの。ということは、今宮島のお土産屋さんとかで暮らしている人たちは、その子孫なのかしらね。どういう経緯でお商売しているのか気になるわね。もちろん、業者が送り込んだ人という可能性もあるけど、厳島神社が海の上に建てられたというのは、神の住む島だからこそ、直接島の上に建てないように配慮したから、という説もあるんだぜ。その後、毛利元就、豊臣秀吉などの時の権力者によって寄進を受けながら、近世まで現存してきたのであります。しかし、明治維新後、廃仏毀釈で社殿が、仏式、と判断され、社殿の焼却が命じられたのであります。何よそれ、いつも思うけど、明治政府の文化財保護の意識って本当に最低ね。あの最強世界遺産、法隆寺も壊そうとしたんでしょ。まあ文化財保護法ができたのが20世紀だし、そういう概念がなかったと思われるんだぜ。でもね、結局明治政府への直訴や、社殿の色を剥がしたり仏像を撤去したり、免れることができたの。次に、文化財保護法で指定されている全27棟、3基の建物の紹介なのであります。国宝、またはね重要文化財に指定されているものが、世界遺産としての構成要素となるわ。国宝として、厳島神社が1件、6棟。本社本殿、幣殿、拝殿、本社祓殿、魔老土、神社本殿、幣殿、拝殿、魔老土神社祓殿、回廊東回廊、回廊西回廊、重要文化財、能舞台、反橋、大鳥居、50の塔などが登録されているの。重要文化財は数が多すぎて動画の尺が足りないから省略よ。この反橋ってのはなかなか他の地域で見かけない橋よね。ブリッジしすぎて腰の骨が折れたみたいな形してるもの。実用性というよりは神事に使われたようだけど、50の塔は廃仏毀釈を免れてよく現存してたなと思うんだぜ。大鳥居は引き潮の時には近くまで歩いていくこともできるんだぜ。あとは、国の特別史跡、特別名勝に、厳島、として登録されているのであります。平泉の盲通寺の時に説明したけど、特別の方の史跡、名勝の両方に登録されているのは日本だとレアなのよね。確かに、古代からの遺跡であり、日本三景としても有名な景観だから文句なしよね。世界遺産の登録基準としては、文化遺産としての登録基準1から6のうち、1、2、4、6が登録されているのであります。1は人類の創造的才能を表す傑作。2は人間的価値の交流。4は建築物群、技術の集積または景観の優れた例。6はその他、顕著な出来事に関わるもの。という条件になるわ。具体的に各登録基準が適用された説明は次の通りであります。登録基準1、荘厳な、厳島神社は、時の権力者である平清盛によって、12世紀に造営された、社殿群の構成は、同時代の貴族の住宅様式の流れを組み、優れた建築景観を形成している、印象的な山容を背景として会場に立ち、社殿群が一体となって作り上げる美しさは、清盛の卓越した発想によるものであり、世界の建築の中でも独特である。厳島神社は、人の手と自然の要素とが結合した顕著な作品として、平清盛の威容の仏像である。登録基準に、厳島神社の社殿群は、山などの自然物をご神体として祭り、要拝所を置いて崇拝するという日本の神社の一般的な伝統を示している。多くの場合、要拝所は山麓に建てられるが、厳島神社を構成する社殿は会場に立ち、人の手になる建築、前面の海、背後の山の三社がなす景観は、他の日本の景勝地を評価する上で、対比すべき日本人の美意識の一基準として認識されてきた。これらは日本に現存する神社建築の中でも独特のものであり、日本人の精神文化、すなわち山水の美に関わる日本人の観念を理解する上で貴重な情報を提供している。登録基準4、厳島神社の建造物群は、12世紀の建築後、2度にわたって再建されたにもかかわらず、精緻な再建が行われたことから、12世紀後期から13世紀初期にかけての神社建築の様式を現在に伝えている。また、周囲の景観と一体をなす社殿は自然崇拝の物理的表現とも言えるものであり、日本の古式の社殿を知る上での顕著な見本として重要である。登録基準6、神道は、主として自然に宿る多くの神々を崇拝する宗教であり、その起源は原始時代にまで遡る。長い歴史の中で、神道は、大陸の影響と日本に固有の伝統との一体化を図りつつ、世界でも独特な宗教の一つへと発展を遂げた。日本人の精神生活は、この宗教に深く根ざしている。神社としての、厳島神社は、日本の宗教の特徴を理解する上で重要な手がかりを提供している。とにかく、日本の世界遺産の中で一物件として単体で登録されている文化遺産って少なくって、それだけでも価値があるものっていうのがわかるわ。ここと原爆ドームと姫路城くらいなんじゃないかしら。確かに、他の世界遺産はどこかの地域のなんとか郡とか、複数の寺や神社などの宗教施設や遺跡を合わせて登録しているしな。そうなのであります。登録基準1である人類の創造的才能を表す傑作という条件をクリアしているので、見た目の価値としても素晴らしいものと考えるのであります。ウプ主も現地に行ったことがあるんだけど、引き潮の時に行けるオードリーの亀裂のところに、1円玉がたくさん埋め込まれているのを見てゾッとしたわ。観光客のあまりにもひどい行為だと思ったわ。厳島神社側も止めてほしいと呼びかけているらしいので、観光で行く際にはくれぐれも注意してほしいんだぜ。よければ、1996年の同じ年に世界遺産に登録された原爆ドームも合わせて見に行くといいと思うの。それだけでなく、呉の戦艦大和ミュージアムなど、広島県にはたくさんの魅力的な観光地があるのであります。ウプ主は広島空港から島根の世界遺産石見銀山へ行って、そこからまた広島に戻って、呉の大和ミュージアムまで行ってきたそうよ。1週間くらいお休みがあれば中国地方を回るのも楽しいかもね。ということで、今回の説明は以上となります。もしよろしければチャンネル登録と、高評価ボタンのクリックをぜひぜひお願いするんだぜ。新しいイラストになって、これからも心機一転、日本の世界遺産を紹介できるように頑張っていくわ。それではご視聴、ありがとうございました。